茅野市にやってきました。これからですね、八ヶ岳を目指すんですが、今回一緒に登っていただく方がいらっしゃるんです。それがこの方です。どうも、おはようございます。おはようございます、はい、おはようございます。はい、アルピニストの野口健さんですアルピニスト野口健、エベレストなど7大陸最高峰の登頂を世界最年少の25歳で達成。アルピニストの活動以外に富士山の清掃活動、エベレストの清掃登山、ネパールの学校支援、被災地の支援などに取り組んでいます。現在は山梨に拠点を移し、本の出版や講演活動で子どもたちへメッセージを送っています。ここはね、僕のね、あの人生初登頂した山ですね。あ、そうなんですね、はいはい、今回は本格的な登山が初めてなんですが、はいはい、楽しい登山の仕方を教えていただければと思います。まあのんびりマイペースで行くことですねこれはもう必ず入れるということでね、はい、入山前に必須ですね、はい、これ結構ね、やらない人が多いんですよ、うん、で、後でも操作が大変で、うん、なのでできるだけ、まあ、っていうか絶対に入れて入ると。はい、うん、では入れて行ってきます。長野県の中央に連なる八ヶ岳、今回は北八ヶ岳の山域で最も標高が高い天狗岳を目指します。登山口の一つ渋御殿湯をスタート。山小屋黒百合ヒュッテにより目的地の標高2640メートルの東天狗を目指す4時間ほどの行程。最初のコツは、出だしをね、まだほら元気じゃないですか、はい、一気に登っちゃう人いるんですけど、うん、それだとバーンとね、バテるので、最初はエンジンがかかるまでは特にゆっくりっていうことと、うん、歩幅ガッガッガッてガバッてこういくと一回一回にこう一歩一歩にエネルギーを使っちゃうので、できれば小幅でとことこ、うん、はい、歩くポイントその、一つはですね、はい、息を吸うんですけど、はい、息を吸うことを意識するよりも息を吐くことを意識してくださいね。みんな いつもだいたいかかとから人間って足つくじゃないですか、はい、ね、だいたい歩くときって、うんうん、でもこう山で触れるとこういくかもしれないじゃないですか。あ、ずりっ ずりっとだからね、ズデンって行きやすいので、はい、可能な限りね、フラット、うん、まあ、最近ずっと晴れてるんでね、はい、ちょっと苔が乾いてますけど、雨が降ったと来るとすごく綺麗ですよ。あ、綺麗なんですか、うん、一面苔の絨毯のとこありますね、うん、本当だ、うん、もっといっぱいあるとね、ここほらすごい深くなるんですよ。すごいほらなんかクッションみたい。クッションなんですよ。え、触ってもいいですか。そうそうそう、優しくね。ふかふか。そう。あ、気持ちいいですね。これが八ヶ岳の魅力の一つですね。苔。うん。こう自然のぬくもりを今感じました。感じました？うん。そう。一気に登ってますからね。涼しいはずなのに。そう、歩くとね。ちょっと暑いですね。例えば朝ね、登山道来てちょっと寒いからといって、うん、上やけが来ちゃうと、はい、すぐ汗だくになるので、うん、なんとなく寒いかなぐらいがね。ちょうどいいことですね。できるだけね、根っこをあまり踏まないようにね、どうせ、ん、踏んじゃうんですけどね、はい、結構根っこはね避けてあげて、人間が踏むと結構ダメージがあるんですって。できるだけ踏まないように、うん、できるだけ踏まないように、うん、はい、あ、木漏れ日が、うん、気持ちいい。よいしょ。高1で山を始めたんですけど、はい、ここに12月の中旬、はい、冬山デビューは、冬山からそう山が始まって、はい、でここ登っていくんですけど、はい、本当に登れるのかなと思ったんですよね、うんうん、でこの一歩が本当に一歩じゃないですか、はい、で右足を出して左出してまた右左を繰り返しじゃないですか、はい、それ頂上に行けんのって本当に思いましたよ、うんうんうん、下から見るとやっぱでっかいんですよね、その一歩一歩で、うん、本当に頂上行けるのかなと思ってたんですよね、うん、高校時代、うん、でそうしたらね、やっぱり山頂着いた時に、あ、一歩一歩の繰り返しであの上まで行くんだっていうのがすごい実感でしたね。はあ、いや地道ですよそうですね、うん、いやもう結構ゴツゴツした
岩が増えてきましたよね。いやまあこれからね。まだまだまだですかこれ。はい、はい、これからですね。これでまだまだ。はいこれからです。ああ。うん。よいしょ。じゃあここで一本取りましょう。はい。はい、あの野口さんのとっておきの登山グッズがあれば教えていただきたいです。とっておきの登山グッズってね、あんまりね、まあ、日帰りでそんなないんですけどね。はい、一つはね、これは絶対ですね。はい、このね、このトラエの羊羹を持っていくんですよ。あ、この羊羹は絶対もうヒマラヤでもどこでも。羊羹ですか。うん、羊羹なんですよね。ここにこう羊羹がいっぱい入ってるんですけど。たくさん持ってらっしゃいますね。でね、いろんな味があるんです、あるんですけどね。はい、で、やっぱ疲れてるので、いい上質の糖分ですよね。どう取るかなんですよ。よかったら1個。ありがとうございます。もうちょっと今まだ疲れてないでしょ。まだ疲れてきた。これに食べた時にエネルギーが入ってくるのは分かりますよ。染みますか。ものすごく染みます。その他決まった銘柄の栄養ドリンク、遭難した際およそ15キロ離れたヘリコプターから位置が分かる端末を常備しているそうです。ただね、気をつけなきゃいけないのは、はい、休憩時間長すぎると、はい、もう筋肉が固まっちゃうんですよね。硬くなるんですよ。では行きましょうか。はい、お願いします。はい、だいぶあれですね、空気がだいぶ冷えてきましたね。冷えてきた。そうですね、涼しくなってきましたね。かなり涼しくなってきましたね。うん、最初のちょっともわっとしたのがなくなってきましたね。はい、こう澄んだ感じがします。うん、登山してる時はいつもどんなこと考えてらっしゃるんですか。山で何を考えてるかですか。はい、山によるんですけど、はい、ヒマラヤにいる時だと、うん、帰ったら何するか。帰った時のことですか。うん、帰った時にすごいご褒美が待ってるとね、妄想するわけですよ。はい、買ってるも妄想してないですよ。うん、うん、やっぱし山にいるとね、ヒマラヤ行くと2ヶ月は風呂入んないでしょ。うん、寒いでしょ。うん、うん、だから帰ったらあんなこと、あんなこと、あんなこと、あんなこと待ってるんだと思うんですよね。はい、なかなかその通りにならないんですけどね。日本の山の時はなんだろう、いろんなことに追われるじゃないですか、日常生活って。うんうん、で追われている時に山とかにふっと来ると、何のために頑張ってるのかとかね。うん、でこれ本当にやりたくてやってんのかとか、うん、でもっとこれとこれとこれをもっとやめてもいいかなとか、要は全部あれもこれもできないのでね、何かを捨てなきゃいけないんですよ、人生ってね。うん、と何かを得るために何を捨てるか、じゃあどれを捨てるんだっていうことをね、やっぱり山で考えますよ。うん、何かに迷った時、うん、その日常生活で仕事でもいいんですよ、プライベートでもいいんですけどね。はい、何かいろんなことに迷った時にもう山に来るっていうのはありですね。すごくなんか荒々しい岩が多いね。1時間ちょっとでね、だいぶ、はい、だいぶ変わるんですよ。そうですよね。うん、まあ、一気に標高を上げてるのもあるんですけどね。うん、うん、よいしょ。ただこの岩と苔のところは滑るんで気をつけてくださいね。はい、うん、すごいなんか一歩一歩踏みしめてる感じがします。ああ、いいこと言いますね。人生と同じですよ。そうですね。人生と同じですよ。人生と同じ。はい、ね、しょ。ああ、ちょっとここのあたりは結構息上がりますね。ちょっとね、ガガガってきますからね。ちょうど小腹が空いてきて、ここで野口さんからいただいた羊羹をいただきたいと思います。いただきます。うん、おいしい。平地で食べても美味しいけど、なおいしいでしょ。いやなおいしいんですよね。いつもの何百枚も羊羹美味しく感じられます。そうそうそう、うん、体が欲してるんです。うん、よいしょ。あ、なんか頑張れる気がする。そうそう、羊羹のおかげです。いや、それ本当でかいんですよ。うん、うん、ここ出るとクレールヒッテが見えます。はい、あ、ついに、うん、来ましたね。はい、はい、見えました。はい、あ、到着。あ、ここはクレールヒッテですね。わ、着きましたよ。着きましたね。ああ、たどり着きましたね。あ、じゃあここでね、あれ着きましょう。はい、マスクをつけて。マスクをつけて。うん、この風。うん、とっても気持ちいいですね。そうでしょ。
そうなんですよ。ああ気持ちいいな本当に。ああ最高だ。